1番を選んだ方は、自然の共生する古き良き日本の文化ってのが来たよ。食事や生活の知恵とか調べて取り入れてみるのもいいかも。江戸時代以前のやつ行ってみよう。みんなにも教えてあげてね。頼んだよ。2番を選んだ方は、神社仏閣にお参りに行く際に日本の繁栄と安寧もお祈りに入れておいてね。韻を踏んでみたよ。冗談はさておき、祈りパワーの強いあなたが繁栄を願ったら最強だね。頼んだよ。あら、説明書のカードが出た。3番を選んだあなたは、憲法改正とか日本のルールについて気にしてみるといいみたい。これを引いたということは、この分野結構得意なんじゃないかな。そうじゃなかったとしても、きっと気づくことがあるかもよ。コマはそういうのよくわかんないから、頼んだよ。4番を選んだあなたは、エネルギー問題について気にしてみてはどうでしょう。特に核系ね。どうもこのカード、ムルロア環礁とかバミューダ沖のやつに見えちゃうんだよね。きっとそういうの詳しいんじゃない？エネルギー問題は任せたぞ。5番を選んだあなたは、日本の美しさにフォーカスしてみてはどうでしょう。華道、茶道、弓道、柔道、合気道、いずれも精神の鍛錬から礼節まで、なんかすごいよね。習い事始めちゃう？日本文化はあなたに任せた。頼んだよ。さて、どうだったかな。今回は5つも選んじゃったよ。日本がますます良くなっていくように、みんな頼んだよ。ということで、スメラギイヤサカ、それではまた次の動画で。